もしそれが本当にむちゃくちゃ悪いとすれば、もっと日本人の平均身長は低いはずです。最初の90分間は非常に多くの成長ホルモンが分泌される。そこ結構ポイントになります、ね。身長美容、医師学科生整形外科専門医、身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長伸ばした人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日ね、お話しさせていただくのね、ズバリですけど、身長伸ばす生活習慣、完全版ってことですね。身長伸ばす習慣ね、ほんとたくさんあると思うんですけども、完全に網羅したような形で、これだけ見れば OK みたいなタイプの動画ね、作っていきたいと思います。身長伸ばしたい人はもう全員見てください。ほぼね、全国民が見てもいいんじゃないかっていうような内容の集大成になってくると思います。あとはね、まあご受診いただく方とかね、事前にこういった動画を見ていただいて、まずね、身長の知識ね、深めていただくというのも非常にね、大事になるかなというふうに思います。じゃあそれではね、早速ね、ちょっと始めていきたいんですけど、ちょっと一応ね、一つだけエクスキューズ言っとくと、ここの部分ね、これ内出血が出てるんだけど、先日ですよ、私ね、友達のお医者さんにですね、脂肪吸引とね、糸リフトしてもらいました。私今37歳という年齢ですけどね、少しアンチエイジングね、したいなってところで、気にしないでください。全然痛くないですからね、全く問題ないです。美容整形は私すごく好きですけども、美容整形もですね、まあ、なりたい自分になる。そういったような側面がありますよね。まあ、身長治療はね、本当にそういった側面が強いと思います。別に何センチでも構わないんですよ、最終的にね。ただだけど、自分がなりたい身長になるってね、なりたい自分になるね、そういったような時代だなと思います。まあ、余談はさておきね、身長の場合、生活習慣完全版についてお話ししていきたいと思います。生活習慣で、ね、皆さん何をね、お考えになりますか？生活習慣は主にですね、睡眠と運動と食事。この3つからなるというふうに考えてください。まず睡眠からお話ししていきたいと思います。睡眠はですね、まずね、時間と質が大事になってきます。どれを参考にするかって難しいんですけど、私はナショナルスリープファンデーションですね、国際睡眠財団の資料を元にね、皆さんにお伝えしています。3から5歳だと10から13時間、6から13歳だと9から11時間、14から17歳だと8から10時間が推奨というような形になります。年齢に当てはめていただくとシンプルなんだけど、成長期ですね、小学生だったら9時間以上寝てくださいね、みたいな説明をよくするのはこういったデータからお話ししているような内容になります。睡眠なんですけどもね、時間に対して質が大事になってきます。当然ですけどね、寝苦しくですね、睡眠浅くですね、何時間寝ても意味ないわけですね。睡眠質を上げる、クオリティを上げる必要があるという形になります。じゃあそういったですね、クオリティを上げるときにどういうふうにすべきかというところで、お風呂に入ること、日中スポーツをすること、歯磨きをすること、パジャマに着替える。こういったね、歯磨きやパジャマに着替えるなんてことで、ね、お話ししたね、そんなの当たり前じゃないかっていうふうにね、ゴリップされる患者さんが過去にいたのを少し今思い出しました。まあそういった当たり前のことをですね、できるというのは私はね、大事なことかなというふうに思います。次、ソファーで寝ない、夜更かしを控える。夜更かしは、ね、早熟の原因にもなったりもしますね。スマホなどのブルーライトには注意、刺激的になるので、そういった表現を使うことも多いですけども、単純に光刺激ですよね。強い光をですね、見てしまうと、寝つき悪くなるというのは皆さんが想像する通りだと思います。お風呂に関して、これね、少しキーポイントがあります。ちょっと帰宅後スケジュールでこちらの方にちょっと書いてみましょうということで、まあ、19時に夕食を食べて、20時にお風呂に入りましょうと。で、20時半にお風呂から出て、22時に寝てください。そして7時に起きましょう。ね、このようなタイムテーブルが書いてあります。これね、9時間睡眠を想定したような場合になります。朝起きる時間というのは、学校に行く時間が決まってきますので、それに応じてですね、ある程度強制的に決まってくると思います。そこからですね、まあ、9時間当然マイナスをするわけですね。9時間睡眠の場合ですよ。さらにですけど、お風呂から出る時間が決まってくるというのがこの論拠になってきます。過去にもね、お伝えしたものですけども、お風呂からですね、出てから90分後ぐらいに寝るとですね、効率がいいなんていうふうに言われています。その論拠としてはですね、お風呂に入って体が温まって、目覚めをした時がちょうどですね、入眠に適しているというところになりますので、まあ、そこが一つ目のポイントになりますので、お風呂に出る時間が入眠する時間から逆算して決められるんですよ、ということで皆さんも知識として覚えておいてください。次、グロスホルモン、セキュレーション・デュアリング・スリープということで、1968年にワシントン大学の高橋先生が出された論文、こちらの方を一緒に見てみましょうということで、下のね、成長ホルモンのグラフを見ると最初にグッと上がってます。これどういう意味かっていうと、最初の90分間は非常に多くの成長ホルモンが分泌されるってことを意味してますので、そこ結構ポイントになります。で、これがどういったようなポイントになってくるかっていうと、私は特にお父さんお母様の方にご理解いただくといい内容かなと思うんですけど、お子さんが寝てしまった場合に最初バコーンと成長ホルモン出てますので、その時間で絶対起こさないに注意してくださいっていう表現ですね。寝てしまったものは起こさないってことが、このグラフが重要だということが分かると思います。次ね、運動についてお話ししていきましょう。まず一つ目、全身運動ね、一応60分以上運動しましょうというふうにお話ししています。運動すると成長ホルモン分泌されるんですよ。あとでちょっとグラフも一緒に見ていきましょう。運動自体による成長ホルモンは恒常的なものではないため、身長を優位に伸ばすか証明されていませんが、健やかに育つという観点からも行われるべきだと考えます。これに関してはね、最近はそういったエビデンスっていうような人がいないのでいいんですけども、そういったエビデンスっていう表現をね、使うと、運動したからイコールで身長はね、すごく伸びるよというデータがあるわけじゃないということをここで説明しています。ただし、エビデンス云々とかそういうレベルの前にですね、運動することは身長にとってプラスだというふうに考えるのが妥当でしょうということを私はここでお伝えしております。次、競技レベルで運動している場合は栄養欠乏になっていることも少なくありません。これ結構重要なポイントですね。プロスポーツ選手になりたいとか、そういったお子様うちにたくさんいらっしゃるわけですけども、栄養欠乏している子もしばしいらっしゃいます。あるあるパターンでよく話聞く内容としては、スポーツクラブとか、そういったのをやめてですね、春休みだったりとか、そういった時期に入ると急に身長伸びるなんていう人もいらっしゃいます。おそらく栄養は欠乏していたのかなという印象になってくると思います。鉄分とかですね、非常に注意が必要な栄養素になりますので、ぜひ
摂取していただくといいんじゃないでしょうか。次、高重量を扱う筋トレは推奨しませんということで、筋トレは、ね、自重の範囲であれば OK というふうにしています。ただし高重量で扱うようなものは今のところ控えていただいています。自重筋トレは全身運動の範疇で考えますので行っていただいて大丈夫です。怪我には注意、これ意外と重要ですよね。怪我すると、ね、最も効果もないですからね。特にね、骨端線を、ね、損傷してしまったりするとそこの部分で、ね、身長伸びなくなりますので、そういった怪我十分ご注意ください。運動はですね、成長ホルモン分泌されるだけではありません。栄養吸収や睡眠の質の向上にもつながりますということですね。じゃあ次ですね、ちょっとね論文を見てみましょうということで、 The Impact of Sex and Exercise Duration on Growth Hormone Secretion ということですね。こちら2006年の論文ですね。グラフ B の方ですね。一番下の山の波ですね、これは30分運動した人のものになります。横軸がねタイム時間で、縦軸が成長ホルモンになりますので、上にこう凸っていうことは成長ホルモンが分泌されてるよって意味になります。30分運動するとこれだけ成長ホルモンが出たって表現です。同意にして2個目の山がですね、60分運動した人、そして3個目の山が120分ということで、このデータが分かる通りですね、30分よりも60分、60分より120分運動した方が成長ホルモンが出るという形になりますので、120分運動していただいても問題ないわけになります。逆に言うとね、時間がない時に30分だけ運動するのも十分意味がありますよということがここから分かります。じゃあ今ほどですね、睡眠と運動というふうにお話をしてきましたけど、ここからさらにですけど食事についてお話ししていきたいと思います。この70年間で日本人の平均身長約10センチ程度、ね、改善したのは、普通に考えればね、栄養の改善でしょうというふうにお伝えしてもいいと思います。この70年間ね、戦後というところからスタートしていくわけです。まあ、食がですね、まあ、豊かでながらのは十分皆さんも想像がつく通りだと思います。そこから少しずつ裕福になっていって身長が伸びていくというような高度経済成長に入っていくというところを考えてみても、栄養というのは大事だということになります。栄養に関してですね、何を食べたらいいかというところですね。まず短絡的にならないということですね。最初食事気をつけるポイントは何ですかって、明らかにバランスですよね。バランスよく食べるというのは当然大事なわけですね。今日お話しさせていただく中にですね、野菜を食べてくださいっていう内容はどこにも出てきません。ただし野菜を食べなくていいなんてことをお話ししてるわけではないですので、バランスが大前提の中でどういった食事が大事かってとお話ししていきましょう。まず最初ということで、タンパク質が大事ですよとかね、卵とかね、牛肉とかそういったものを摂取してください。メジャーコーリレーションオブメールヘイト、アスタリオブ105カントリーズ、こちらのも一緒に見ていきましょうということで、この表ですね、見ていくと左上にアメリカとオランダ、そして真ん中に日本、左下にですねタイ、カンボジア、これ縦軸がタンパク質摂取、横軸が身長ですね。どういったことを意味しているかというと、タンパク質の総摂取量と身長というのは非常に関係性が深いんだよということになります。具体的に見てみると、アメリカが摂取量が 115g に対して身長179cm、 オランダが 105g に対して 184cm、 日本が 95g に対して 172cm、 タイが 58g に対して 167.5cm、 カンボジアが 53g に対して 162.5cm ということで、カンボジア 53g に対してアメリカは 115g タンパク質摂取量があるわけですから、2倍も摂取量が異なるということになります。身長差は 15cm 以上、非常にね、その差が大きいのが分かります。でやはりタンパク質が重要だということはここから分かります。でさらに次の表ちょっと見ていきましょうということで、横軸がですね男性の平均身長、その国の平均身長、そして縦軸が高品質タンパク質と低品質タンパク質の摂取量ということで、小麦とか主食に含まれるタンパク質と低品質というふうに表現します。それに対して高品質というのは乳製品だったりだとか豚肉や魚を今回指しているそうです。オランダやスウェーデン、アメリカというのは高品質のタンパク質が多くて、イタリアはちょうど1対1だというところになります。イタリアの、ね、食文化はよく分かりますよね。パスタだったりピザですので、先進国としては非常に炭水化物が多い印象になります。それに対して、ね、オランダやスウェーデン、おそらく乳製品だったりとかそういった摂取量も多いんでしょう。アルメニア、アゼルバイジャンというのは低品質のタンパク質が多いというか、パンだったりとかそういったものは主食としている傾向が強いところがここから分かると思います。ここからじゃあ何が分かるか、オランダはですね、その高品質のタンパク質の比率が 2.65 倍、そしてスウェーデンが 2.45 倍、アメリカが 1.65 倍、イタリアが 1.0 倍、アルメニアが 0.45 倍、アゼルバイジャンが 0.2 倍ということで、少なくともですね2倍以上摂取するといいのかなというのがここのデータから分かることになります。2倍ね、なかなか計算するのは面倒くさいと思います。じゃあそれどういうふうに日常生活に落とし込むか、主食に対して、まあ、おかずです、2皿はですねタンパク質を含むものを摂取してくださいというのがここから分かるかなと思います。具体的に見てみると、食パン1枚食べると 5.6g ほどですねタンパク質が含まれるそうですが、ハムエッグ 9.5g、 ヨーグルト 5.8g、 ハムエッグとヨーグルトを食べればタンパク質の摂取量がですね2倍以上ってところになりますので、2皿程度ね、こういったもの十分ですので食べるようにしてくださいというのがここから分かることになります。じゃあ次の表を見てみましょうということで、縦軸がアニマルプロテイン、動物のタンパク質、横軸が年になります。1961年から2009年のデータがありますね。緑のグラフが日本を指しています。1961年にですね、だいたい 25g ぐらいしか摂取していなかったのが、2000年にはですね、その摂取量がですね、まあ、50g 程度にですね動物のタンパク質の摂取量が増えていると。戦後非常にタンパク質の摂取量が増えたというところになりますので、動物のタンパク質は先ほどもおそらく重要だということが分かりましたけど、こういった表からは重要だということが推察がつくわけになりますので、動物のタンパク質たくさん摂取してくださいという表現になります。じゃあ次ですね、まあ、よくある質問ですね、牛乳っていいんですか。牛乳に関してはまずですね、下痢しないのであれば私は飲んだ方がいいでしょうという説明になってきます。今ほどですね、動物のタンパク質重要だとお話をしました。牛乳は比較的に容易にですねタンパク質摂取できるようなものになりますので、そういった側面もいいでしょうという表現になります。こう面白いんですよ、牛乳のタンパク質量とですね、尿だなっていうようなプロテインをね、こうやって比べてみるとタンパク質がほとんど変わらなかったですね。プロテイン飲まなくて牛乳飲んだ方がタンパク質たくさん摂取できるなんてこともよくあったりもします。そういった意味で、まあ、牛乳はおそらくいいでしょうというところで、こちらの論文を見てみましょう。デイリーコンサンプションフィメールヘイドグロース
スプロスペクティブコートスタディということで、3倍以上飲んだ方がね、身長ですね、1杯も牛乳を飲まない子よりも約 2.5 センチ程度身長差があったなんていうデータもありますので、こういった側面から矛盾がないと思いますね。牛乳は基本で飲んだ方がいいというような説明になってきます。ただしここは日本人はね、そこで問題になってくる下痢、乳糖不耐症ですよね、そういった方がいらっしゃるというのは事実になりますので、そこが注意点になります。下痢する方に関しては飲まなくていいという説明になります。下痢してしまう方は他の部分で動物のタンパク質をしっかりね摂取していくことが重要でしょうか。あと牛乳で一つの問題点になるとすれば、油分、脂質が多く含まれることも多いですので、太りやすい子に関して言うと低脂肪乳とかね、そういったのを勧めています。太ってない子に関して言うとね、牛乳でいいんじゃないでしょうかと私説明しています。次ね、亜鉛について見ていきましょうと。2018年亜鉛欠乏症診療士日本認証栄養学会のデータ一緒に見ていきましょう。こちらの、ね、中村先生、梶先生、西先生、ハンザ先生、シャキンハニール先生といろんな先生が論文を出しています。これは全て身長が低い子で、さらに亜鉛が欠乏した状態にですね、亜鉛を投与したどういったデータになったかということですね。こちらの論文ねちょっと割愛しますけども、簡単に言ったら身長伸びたっていうデータになります。亜鉛は欠乏した状態であればね、摂取することは基本的には望ましいでしょうということが2018年の亜鉛欠乏症の診療指針から分かるような形になります。実際に対決をすると亜鉛が欠乏している割合の人は多いのは私は事実と思います。亜鉛は牡蠣とか豚のレバーとかそういった苦いものに含まれますので、欠乏しがちなのもよく分かると思います。亜鉛はですね、血中濃度を上げるの結構難しいんですね。血中濃度を上げる時のポイントとしてはクエン酸だったりだとかビタミン C だったりだとか、そういったのをね摂取するといいでしょうという説明になりますので、次ですね、ビタミン D とかですね。ビタミン D はですね、直接身長伸ばす必要はないというふうに言われています。ただし欠乏している場合も多いですし、骨粗鬆症とか O 脚と関係あるということは言われてますので、直接的なデータはないんだけど、なんとなく関係がありそうだっていうところになります。さらに今ビタミン D に関しては比較的ですね、まあ、安価にですね血中濃度改善できる点からも基本的には推奨の栄養素というふうに説明してますので、ご参考ください。次、鉄ってことですね。鉄もですね非常に重要です。2022年の今の時点ですね、最も重要な栄養素なんですかというふうに説明です。私主張というふうに言われて、今ね鉄が一番大事だというふうに思ってます。でこちらの、ね、論文を少し見てみましょう。ライナーグロースインチューデンウィズアイオンディフィシエンシーアニメフォアアンドアフタートリートメント GV、 上から5列目のところですね。 GV センチメートルイヤー書いてあるんだけど、ビフォアトリートメント 7.5 センチ、これ1歳半ぐらいのデータですけども、鉄がね欠乏した状態だと年間成績率 7.5 センチだったのは、それは鉄をね改善することで13センチも伸びるようになったという内容になりますので、こういったところが鉄を改善すると非常に伸びるというのが分かります。それに対してですけども、鉄ってのは吸収率は高いもの低いものがありますので、ぜひ覚えてください。私より年上の方しか分からないというポパイですね。ポパイはですね、ほうれん草を食べて強くなる。ポパイには鉄分が多く含まれるためいいでしょうってところね、あの漫画が成り立ってるわけですけども、実はですね、ほうれん草ってのは吸収率が悪いんですね。非効率だというところになります。ほうれん草やしじみ、アサリ、卵も実は低いみたいですね。非ヘム鉄と呼ばれるようなところで吸収率 5% 程度。それに対して豚のレバー、カツオ、イワシ、マグロ、そういったねヘム鉄というような表現になりまして、吸収率の高い鉄分になりますので、吸収率の高いヘム鉄を多く摂取するといいというような結論になります。先ほどですね、動物のタンパク質が大事だという話をねさせていただいたんですけど、こういったデータですね、豚のレバー、カツオ、イワシ、マグロ、全部動物のタンパク質含まれるんですよね。動物性のものが何かしら身長にとっていいんだなというのは、ここはね想像がつくわけになります。ぜひ皆さんもねこういったのを摂取してください。次にですけども、 WHO の貧血の基準値、こういったデータ少し見てみましょうということで、ヘモグロビン値っていうのは貧血のですね指標になるわけですね。 0.5 から 4.99 から11、 5から 11.99 まで 11.5、 12から 14.99 から12、女性の部分飛ばして男性一番下ですね、15歳以上のところまで 13.0 ってことで、こういったデータが何が分かるかっていうと、年齢とともにヘモグロビン値がだんだん上がっていくってところになります。ヘモグロビン値が上がるときにどんな栄養素が必要ですかという質問を受ければ、 100% 鉄が重要なわけですよね。大人の体になるときに血球レベルで見ても鉄が重要だということが分かります。鉄はですね、 DNA 合成とかそういったのにも使われますし、血中の中の酸素がうまく運ばれている状態、そういったのが当然いいと皆様想像がつく通りですので、やはり鉄がすごく重要だというデータから分かりますけど、いかがでしょうか。今までですね、プラスのデータですよね、タンパク質を摂取してくださいねとか、亜鉛が重要ですよ、ビタミン D 大事ですよ、鉄が大事ですよ、お話ししてきました。それに対しても気をつけるべき食材というのを紹介していきたいと思います。大豆やローヤルゼリー、身長に対してプラスとマイナスの意見の両方が存在しますよということをお話ししていきたいと思います。大豆やローヤルゼリーに矛盾ということで、大豆にはイソフラボン、ローヤルゼリーにはデセン酸というものがそれぞれ含まれます。イソフラボン皆さんも聞いたことあると思います。デセン酸なかなかマイナーですよね。ただいずれにせよ同じような物質です。それらはいわゆる女性ホルモンのような物質、女性ホルモン用物質として知られているわけです。例えば更年期の女性はですね、イソフラボンをですね、女性ホルモンを補充する目的でね摂取されるかと思うので、皆様ご存知だと思います。もしそれがですね、まあ、正しいとすればですけどね、女性ホルモンを補充してしまうとですね、身長にとってはマイナスですので、イソフラボンやデセン酸、大豆やロイヤルゼリーとね良くないんじゃないかっていうような考えが一つ生まれていくような形になります。現状私はですね、その考えを踏襲して、毎日納豆を食べさせるとか、プロテインを飲ませるとか、そういうところは必要ないというふうに説明します。ただし完全否定もしてないです。具体的にはですね、納豆の消費量日本はすごく多いわけですよね。もしそれが本当にむちゃくちゃ悪いとすれば、もっと日本人の平均身長は低いはずです。ただそこまでも低くないことを考えると、むちゃくちゃ悪いというか、いいものではないんだろうなみたいな推察が立つわけですね。例えばですけど、納豆って体にいいから子供にいっぱい食べさせてますって親御さん結構多いんですけど、体にいいという側面だと悪くないんだと思うんですよ。脂質を取らずしてタンパク質が摂取できる食材としてはい
いと思うんですけども、ただし身長という側面だと確かすると推奨するようなものではないというふうな説明になってきます。例えばですけども、アジア人と西洋諸国のデータを見てみると、イソフラボの摂取量ですね、アジア人は25から50ミリグラム、西洋諸国では2ミリグラム未満ということですね。イソフラボの摂取量は圧倒的にアジア人が多い、その中で日本人はおそらく多いでしょうねというところになりますので、現状として私のね見解としては、豆腐食べちゃいけないと言いませんし、お味噌汁飲んでいいと思いますよ。ただそれらが過剰摂取すべきものではないですし、極端に、ね、推奨されるようなものでもないということをご理解いただけるといいでしょうというところですね。少し論文見てみると、リレーションはイソフラボン&ファイバーインテイクインチャイルドフードというタイミングをピバティ、逆にですね晩熟化するっていうね論文も出てますので、プラスの意見だとあるわけですので、全てが全てダメということでもないというふうにご理解ください。次、最後補足的ですね、肥満ダメですよと、肥満になると早熟傾向になると、特に女子の場合ですね、アソシエーションビトインオベシティ&ピバティタイミングアシステマティックレビュー&メタアナリスト、こういった論文見てみると肥満というのは良くないと。肥満ね、皆さん計算する方法難しいと思います。 Google ですね、小児肥満計算というふうに検索すると、そういったサイトが出てきます。ぜひそういったところで計算してみてください。肥満になっている方に関してはね、糖質と脂質を抑えてタンパク質多めの食事をしっかりと摂取してください。肥満をコントロールするとも身長にとって大事でしょうと。ということで、ね、今回ですね、身長を伸ばすための生活習慣安全版ということでお送りさせていただきました。かなりボリューミーだったと思いますけども、これ一本見ていただいただけでは身長にとって有利だったと思いますので、ぜひご参考いただければと思います。今後もですね、身長に関することで全身全霊で、ね、配信していきたいと思いますので、ぜひねチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、身長みよーん。